はい、今回はですね、MTR 上段駅から近くのですね、テンプルストリート、ダンニン街というふうに男の人の街とも言えますか、にちょっと来てます。はい。で、このテンプルストリートですね、なんか最近ここにネパールの人がですね、多いという話を聞いて、で、商品を売ったりとかですね、そういった形というよりも、要はこのテンプルストリートの営業が終わった後ですね、その後片付けとか、この設営でこうネパールの人たちが結構動いてるという話を聞いたもんですから。で、ちょっと注意してみるとですね、確かにこの辺に、ネパール系、インド系のような人っていうのは結構いますね。はい。で、なんかジョーダンあたりっていうのはネパール料理店も多いって聞くので、この辺にネパールの人のコミュニティっていうのがあるんですかね。はい。で、このテンプルストリートですね、コロナウイルスの蔓延もこう徐々にこう収まってきてる香港ですが、まだまだ人は少ないですね。この開けてない店もあるし、はい。そんなにこう物が売れてるって感じはないので、これここで商売する人たちちょっと大変ですね。香港がまだ今年いっぱいですね、2020年いっぱいはその観光客を受け入れないという政策ですので、でこれが来年になってですね、人が入り始めるのかどうかわからないんですが、しばらくはですね、この辺で商売する人たちも我慢の時期っていうことですかね。ただいないですねちょっとこの撮り撮ってるんですが、なんか地元の人たちがですね、なんかこう通ってるっていうのような感じはあるんですけど、なんか商品物を買いにですね来てるという人たちはそんなに見かけないので、この辺で店物を売ってる人たちにとっては結構大変な状況じゃないんですかね、これ。はい。なんか先までこうちょっと見通せるような感じで、早く香港もですね、このコロナウイルスが収まって、ね、観光客が入り始めてと。で、そうしないとこういったインバウンドのビジネスの人たちっていうのはもうニッチもサッチもいかないと思うので、来年になってですね、観光客が入り始めるようになるまで、もう少し我慢の時ということなんですかね。なんか物が売れてる形跡っていうのはそんなにないので、でこう道行く人もこういるんですが、これ観光客というよりも地元の人だと思うので、地元の人たちがここ通ったとしてもそんなに、通りとして使うだけで、物を買おうとは多分思ってないと思うので、結構大変な状況ですねこれ。やってない店舗も結構あるしですね、もう少しですね、この辺の物を売る人たちにとってはもう少し辛抱の時が続くのかなという感じですね。やってないですね、やってないし、こう奥の方に入っていくと本当もう人いないですね人もいないので、もうお店を開けてると、ただ売れてる形跡もないので、これなんかちょっと本当大変な感じがします。はい。テンプルストリートはそんな感じですね。はい。はい。で、今度は山手屋のですね、占い街ですね、占いの人が結構固まってる一角があって、そこにちょっと来てます。なんかこの占い、この辺にずらっとあるんですが、こう混んでる店、この、はい、なんか特定の店がすごく混んでますね。なんでしょう、これ。なんか若い子たちでしたね。あんまり人は多くないんですけど、なんか特定の店にわーっと人が待ってると。やはりこの人気のある店と人気のない店っていうのはくっきりですね。この辺誰もいないですね。で、ちらほらこう人が入ってると。これ何ですかね、占いのタイプで違うのか。やっぱりその、いい占いをする人は口コミで人気が出るっていうことなんですけど、この辺多いですね。これなんか、なんかまた人気のある占いの店ですかね。はい。で、ちょっと見ただけではここ割と若い人間が多いので、若い子たちが多いので、なんか若い子たちの間で評判を取ってる店がこう混む、
で、あまり評判取れてない店は空いてると、まあ、いうことなんですかね。はい、まあまあ、ただ、まあ、ここでもう、まあ、きっちりこう勝ち組負け組っていうのがあるんですね。はい、でここがあのカラオケですね。あのオープンスペースで、その何ですかね、その、まあ、ここでこう、まあ、オープンスペースで歌を歌うという、あ、ここは健在ですね。はい、この奥の方でも、はい、そこでもこのバンドバックにですね、歌う人たち、カラオケをする人たちがいると。この辺、まあ、山手のこの辺っていうのは、まあ、観光客っていうよりも地元の人が対象なので、まあ、多分そんなに影響はないんでしょうね。はい、まあ、占いにしろここにしろ、まあ、まあ通常通りの営業を続けているということですかね。はい、ということで今日はジョーダンティップルストリートの山手の紹介でした。